530は蒸気通用、ご両疑者が、放春ブランドにて販売するクロスオーバー SUV である。2018年3月11日、中国市場で発売。発売時のパワートレインは6速、MT、または6速 DCT を組み合わせる1.5リットルターボガソリンエンジンと5速、AT を組み合わせる1.8リットルガソリンエンジンが設定された。 2018年11月には中国市場向け2019年モデルを発売。ボッシュとセイクが共同開発した CVT が採用された。2019年1月、中国市場向けに7人乗りモデルが設定された。2019年10月、中国市場向けに2020年モデルを発売。フロントバンパーなどが刷新されたほか、10.4インチタッチスクリーンを採用した。 シボレーキャプティバ改良型2代目となるキャプティバは、高春530をベースに開発され、コロンビアや中東などに導入された。2019年6月、インド市場にて、MG ヘクターとして、販売開始。フィアットから供給される2.0リットル4、気筒ディーゼルエンジンや1.5リットルターボガソリンエンジン、48V マイルドハイブリッドシステム付け1.5リットルターボガソリンエンジンが、 搭載される。2020年7月には3列シート、6人乗り、または7人乗りのヘクタープラスを発売した。5両、アルマズインドネシアでは、5両ブランドにて、アルマズの名で2019年2月27日に発売された。アルマズはアラビア語でダイヤモンドを意味する。2021年3月には、スポーツモデル、アルマズ RS を発売。RS は、 希望の星などを意味するライジングスターの略で先進運転支援システムを充実させている。ありがとうございます。